こんにちは、110周年ずっとよろしく豊橋。皆さんこんにちは、豊橋市広報校長課の杉浦です。暖かい季節になってきましたね。この春、皆さんは始めたいことはありますか？私は紅茶が好きなので、豊橋市の美味しい紅茶のお店を探してみたいと思います。それでは初めに豪華客船アスカ2市民見学会の様子をご覧ください。今回初めて豊橋に寄港したクルーズ客船アスカ2は日本最大のクルーズ客船です。熊野古道や井伊直虎ゆかりの地を巡る3泊4日のクルーズに向かうため、横浜港を出港し17日に三河港に到着しました。アスカ2を迎えて三河港陣の太7号岸壁では入港歓迎セレモニーが行われました。歓迎式典では記念品として豊橋ブランドトマトの詰め合わせやトマトジュースなどが贈られました。佐原浩一豊橋市長から記念品を手渡されたアスカ2の小久江久志船長は、船の乗客へ向けて笑顔で贈られた品を掲げてみせ、お礼として記念の盾を佐原市長へ手渡しました。アスカ2は全長241メートル、幅 29.6 メートル、総重量5万142トン。日本籍のクルーズ客船の中で最大の大きさです。販売客室数は436室あり、船内にはレストラン、ダンスホール、プールなども備えています。この日は市民見学会が行われ、抽選で選ばれた80人が船内を見学しました。この豊橋を含む三河港に、日本最大のクルーズ船アスカ2が、初めてやってくるということでですね、市民見学会開催いたしました。応募の段階でですね、80名の応募のところを1518名の方をご応募いただきまして、倍率でいうと約19倍、とても多くのお客様から注目をいただいたイベントでした。船の中に入った瞬間から、あの豪華なホテルのような形で、こんなのを初めて見たとか、ここは本当に船なのかと、すごく特別な空間をお楽しみいただけたのではないかなというふうに思いますね。綺麗だったね。綺麗ね、綺麗だったね、すごかったね、豪華です、すごかったです。どの施設が一緒に残りました？プール、もう全部な。全部やっぱり日常生活がそのままできる、素敵だなと思って。この豊橋の港は中心街から離れたところにありますけれども、アスカ2が寄港するということで、多くの皆様にご注目いただいて、市街からもお越しいただいた方大勢いらっしゃいます。本当に嬉しく思います。また周辺ではおもてなしイベントとして東三河観光物産展やモーターショーが開かれました。グルメだけでなく、豊橋筆や誉絵描きなどの工芸品や手筒花火といった豊橋の文化を紹介したり、自動車の輸入台数、金額ともに日本一を誇る三河港の特徴をアピールする場となり、多くの人でにぎわいました。アスカ2、さすがの迫力でしたね。私も一度はこんな素敵な船旅をしてみたいものです。続きまして、服部半蔵忍者隊の忍者学校春の課外授業の様子をご覧ください。春休みを前にした3月18、19日の2日間、豊橋市二川宿本陣資料館では服部半蔵忍者隊の忍者学校が開催されました。19日日曜日の午前中の教室には定員の20人を大きく超えるたくさんの子どもたちが参加して忍術を楽しく学びました。しかしこの時に活躍したのが我らの愛知県では
武将のふるさと愛知、こちらの方をさらにさらに盛り上げていくために徳川家康と服部半蔵忍者隊を結成しました。本日は二川宿本陣資料館において服部半蔵忍者隊忍者学校を開催して多くの人たちに楽しんでもらいました。これからもっともっとこちらの忍者学校を開催して多くの忍者になっていただきたいと思っております。豊橋の皆様こんにちは。じゃあ徳川家康と服部半蔵忍者隊水蓮でござりまする。こたびはですね、なんと二川にて皆々様に忍術忍者のことについてご指南をばさせていただいております。まずはじめに忍者とは何かということを学んでいただきまする。まあ実際愛知にもの忍びがおったっちゅう歴史謎もお教えしたしましたな。続きましては忍者が実際に使っとった忍具をご紹介いたしまする。例えばこちら鎖鎌でございますな。一見ただの鎌でござりまするが中身に実は鎖が仕込まれとるんじゃな。ただの道具にも見えるが武器にもなるっちゅうわけでござりまする。そしてこちら区内でござりまする。戦う以外にも様々な道具として使っとったわけでござりまする。様々な使い方で苦労がないということから区内と呼ばれておりまする。そして皆々様には忍術の体験でござりまするな。こちら身を隠す術うずら隠れの術でござりまする。そしてこちらこちら皆様よう知っとりますな、手裏剣を実際に打ってみる体験でござりまする。ちょっと腕がいるようですな。やっぱりなんか、手裏剣たち手裏剣だけで取る。いろんなポーズを教えてもらうところが一番良かったと思います。二川宿本陣資料館で行われた服部半蔵忍者隊の忍者学校でした。参加した皆さんは忍者気分を味わうことができました。続いてはクラストコ創刊のお知らせです。クラストコはクラスとところを織り交ぜた造語です。豊橋に暮らし続けてほしいという思いで女性のライフスタイルを女性ならではの視点で提案します。発売日は3月22日水曜日で、販売場所は豊橋市役所情報広場、宝泉堂、成文館書店などです。価格は200円で税込みとなります。クラストコ、また本と連動してインスタグラムでの配信を始めました。豊橋で暮らす人の姿、日常の一コマなど、市民の顔や暮らしぶりが見える画像や動画を配信しています。ぜひ皆さんもクラストコのハッシュタグをつけて投稿し、豊橋の楽しさを共有しませんか。豊橋の良さが詰まったクラストコ、ぜひ皆さんでご覧ください。今週の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。こんにちは。110周年ずっとよろしく豊橋。